砂川市にある砂川オアシスパークは、石狩川の水が増水した時のためのダムの役割をしています。鯉釣りをしている人もいますが、半日経ってもまだらしいです。運動会の練習の音が聞こえてきました。巨大な2本の煙突は砂川にある王子コンスターチ工場。大量にコンスターチが作られているかと思います。その脇では田植えが始まっています。燃料は石炭なんですね。滝川市の石狩川河川敷です。このずっと先の森の向こうが石狩川です。樋門周辺からやっと石狩川を見ることができました。深川市まで登ることにしましたが、菜の花畑と田んぼだらけです。